こんにちは、緑川です。今日はね、たくさんの毛糸をテーブルにね置いているんですけれども、今日はね日頃私がどんな風に糸を管理しているか、残り糸の、管理なんですけれども、どんな風にしているかとか、あと具体的な糸の巻き方とか、あと以前ね、こちらの大きなね自作ケーキを作ろうっていう動画でこちらをご紹介したんですけれども、残り糸本当に1メーターとか50センチとか、そういう糸も私は捨てずに取っていて、で気まぐれにこうやってケーキみたいな糸をね作ってるんですね。練習用とかに使えるし、本当につないでつないで残り糸、ちょっとずつ残ったものもう、そうですね、例えば30センチでもなんか捨てるのがもったいないから、取っておいて、こうやってちょっとしたねサンプルを編んだりするのにも使えるので、この波太のね今日は毛糸なんですけれども、こうやって大事にね使っています。それで、最初に、この前ね靴下カバーという動画を作りました。こちらの毛糸が残りなんですけど、ちょっとこちら藍太で細くて、もうほんのちょっとだけ残ってるんですね、片手ぐらいで。こういう糸ってこのまま置いておくと絡まって、次に使いたい時に使えなくなった経験皆さんもねあると思うんですけれども、こういったちょっとになった時の巻き方をまずねご紹介してみようと思います。これぐらい少なくて細いと玉巻き機を使うまでもないなっていう感じだと思うんですよね。でこういった場合は私は親指に巻いていきますね。親指に、社長さんがねまたおやつくれくれ攻撃です。でこれが中心から出るための糸で、何センチでもいいんです、5センチでも10センチでもいいんですが、後ろに出しておきます。そして親指に巻いていきます。この時ね指が真っ赤になるような力を入れないで、とりあえずね巻いていきます。今ね10回ぐらい巻きました。動く感じですね。で分量見てやるんですが、少し今度はね今まっすぐ巻いたんですけど、次はね斜めに巻きますね。斜めこっからこっちって感じで、この時もね指を締めてしまわないように気をつけて巻いていきます。ふんわりでいいですね。だんだん自然と締まってきてしまうので、ふんわりでいいですね。こうやって斜めに巻きますね。もうねすでにこうやってね絡まりそうで嫌なんですよね。糸玉から出して使う時もね、よくこういう風になってね、私もちょっとイラッとする時あるんですよね。でね巻いておくとそういうストレスがないのでね。でこうやって斜めにね今巻いてます。こっちからこっちっていう感じで、社長さんの毛が、でだいぶね盛り上がってきたなと思ったところで、これをね向こうへ回します。そしてこんな風になったから、またこちらからこういう風に同じ向きですね、回している糸を回す、こちらの向きはさっきと同じです。方向は同じですね。こちらからこっちへふんわりね巻いて、自然にこうバツの字になりましたね。社長さん、母ちゃんお仕事してるんですよ。こんな風にねなります。そしたら結構もりっとなったので、またねこの束を向こうへ回します。そうするとまたこれはねこっちに避けといて、こうなりましたから、またさっきと同じようにこちらから回していきますね。これを繰り返していくと可愛いね糸玉になるんですよね。こうやって曲げて、まただいぶここが盛り上がってきたなと思ったら、これを向こう側へ回して、そしてまた巻いていきますね。これを繰り返していきますね。お好みでいいんですけど、回数とかは。
慣れてくるとね、ほんとさささっとできる感じになります。でちょっとずつ回しながら、こうやっていつも同じ方向ですね。私の場合は左の下から右の上っていう感じですね。時計の7時から1時まで、7時から1時までっていう感じでいつもね回しています。社長さん、おねだりしないでもうね、なぜ収録してる時にこうなるんでしょうか。母ちゃんがご飯あげてないみたいじゃないはい、こんな風な感じでね、ふんわりふんわり巻いていきます。はい、はい、そしてそーっと外しますね。そしてこの最後の尻尾さんは最後の束の中に埋めるようにねしまっておきます。はい、でこんな感じで可愛いね糸玉になりました。そしてこれ真ん中なのでね、ここからシュルシュルっと、はい、ストレスなくね出てきます。はい、こんな感じですね。可愛くねできてますね。はい、でまあそういう感じで前に作ったのがこちらですね。はい、これもねここから出てくるように、はい、作っていますね。はい、なのでまあ細いものでほんのちょっとしか残ってないものだったら、こういう風にね糸巻き器を使わずに巻くことができます。そしてこうやって置いとくとね、とっても可愛いんですよね。はい、インテリアにもなりますね。はい、これある程度まあこの幅が許す限り作れますので、もっとね大きくも作れますね。でまあ分量が少ない時はこのように配するといいかなと思います。それからこちらねダイアゴナルステッチ C2C で作ったカーディガンの残りとか、タートルネックのポンチョを作ったメランジュの残りになりますが、こちらは残った糸を全部あらかじめ結んで糸巻き機で巻いたものですね。はい、で私は糸巻き機で巻いて、ここが中心ですけれども、最後にこんな風にね輪ゴムで留めています。これがちょっとねおやつあげていきます社長さんがおやつくれとブチ切れたので、仕方なくねクッキーをあげてきました失礼しました。そう、私ね聞き慣れてるからね、聞き流しちゃうんですよね、ついついね。はい、でそうなんです。で糸端、これが中心から出てる糸で、ここからスッと抜いて使うんですけど、保管している間にねこれが抜けてしまうっていうことがねあって、せっかく巻いたのにっていう苦い経験から、このようにね輪ゴムで留めています。はい、そうするともうね完璧ですね。で私スズランテープも半分に裂いてから使うんですけど、スズランテープもこんな風にね巻いて保管をしています。でね、いつでもね使えるし、とてもねストレスなく残り糸も使うことができて、整理整頓にもねなりますので、いいかなと思います。でこういうものはこういうものという括りで保管をしています。はい、それからあの指で巻く以外の巻き方をご紹介したいなと思うんですけれども、よくね何か、まあ、巻くものがあればいいわけで、でこれ糸巻き機の芯棒ね、ここにこれをセットして、ここに糸を巻いて、そうするとこんな風にねなったり、こんな風になったりするんですけれども、まあこれねトイレットペーパーの芯です。はい、まあ似たようなサイズにはなりますので、これに巻いてもねいいんですけど、まあなんとなくねこのまま見るとあんまり気分が良くないんですよねあんまり気分良くないので、まあかね、テープでも巻いておこうかなと思いますね。はい、これもねずれるとちょっと面倒なので、まあ、これはやらなくてもいいんですけど、気分的な、はい、問題なんですけれども、なんとなくねトイレットペーパーみたいな、はい、まあ
ラップの芯とかね、あるといいんですけど、ラップってそんなに芯たくさん出ないっていうか、そんなに使わないから欲しい時にねないってこともあると思うんですよね。はい、まあ気休めですけれどもね、一応巻きました。はい、まあ滑りもねいいのでいいかなと思います。そして、ここにね使いかけの赤い毛糸がありますので、これをね巻いてってみようと思います。で、できればねもうここにチョキンと切り込みをね入れておきます。そして糸端を垂らしておきますね。はい、そして先ほどと同じ要領でね巻いていきますが、糸玉の大きさがまあわからないので、まあ、真ん中付近で巻くといいかなと思うんですね。でこの場合は指じゃないので引き締めますね、逆に。はい、引き締めていきます。はい、そして先ほどのように今度はこう可愛くするためにねこんな感じにしますね。はい、斜めに、はい、巻いていきましょう。はい、そしたら今度はこれを回せばいいですね。はい、はい、こうやってねちょっとした残りってもうこうやって最後絡まっちゃうんですよね。このまま編み物するのね、皆さんもちょっとねストレスだと思うんですよね。だからこのね巻く時間もね楽しんで、はい、やれるといいかなと思うんですね。はい、社長さん、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。社長さんね、はい、はい、社長さん、はい、ここです。はい、クッキーもらったらねもう膝で寝るって、はい、今来たんですよね。本当にどれだけおじさんなんでしょうね。本当におじさんですね。はい、でだいぶねもりっとなったらまたちょっと向きをこのロールの方を回転させて、いつも同じところで手を回すといいですね。ただねこうやってね絡まっちゃうんですよね。これ編み物してる時こうなると本当にね嫌ですよね。だからね私いつもねこんな風になっちゃうんですよね。あんまり得意じゃないですね。なので巻いておいた方が先々とてもいいので巻くようにしていますね。なのでね糸巻き機はね玉巻き機ねは本当にねあった方がいいですね。はい、おすすめです。はい、編み物ずっとされるんだったら本当に持っておいた方がいいかなと思います。ただねこの玉巻き機ねテーブルにこうなんていうのかなカチャって ネジでこう止めるんですよね。だからテーブルの厚みによっては使えないっていう場合もあるのでね、買われるこれから買われる方はねご自分のテーブルにちゃんとセットができるサイズなのかとかね、ネジのその幅何センチまでのテーブルなら挟めますみたいにねほとんど書いてあるので、そういうのをねチェックされた方がいいですね。私前に使ってたねダイニングテーブル厚すぎて、そう前のやつね1枚板で7センチだったんですよね。だから使えなくてずっとこれ保管してて、はい、今ねアトリエのテーブル そこまで厚くないのに3センチか4センチぐらいなので、はい、今はね使えるんですけれども、今どうなったっけ、喋ってたら分かんなくなっちゃった。はい、まあこんな感じで、はい、巻くことができます。でここを外してこれを抜きます。はい、抜くとここがねちょっとすぼまりますね。はい、こういう感じにできます。はい、そして巻き終わりは同じように糸の中に入れておいて、はい、これもねシューッと真ん中から出てくる糸玉になります。で使わない場合は、はい、しまってしまって、はい、で私の場合このまま、まあ、触らないところにあればこのままでもいいんですが、
何かね触るかもしれないっていう時はこれを輪ゴムで止めて保存します。はい、ちょっとねこのロールがやっぱり太いからちょっとゴムすると今ね形が崩れましたね。ではね次にこちらの芯にね巻いていこうと思うんですけど、これね私何だったか覚えてないんですけど45センチぐらいあるから多分何かねあのギフトんラッピングペーパーとかあのもしかしたら100均 のリメイクシートとかそういうのの芯だったかもしれないです。そしてここの直径がね2センチです。2センチね、だからこれと比べるとだいぶ違うんですよね。はい、で糸巻き機の芯より細いです。はい、直径2センチね。じゃあこれねまたさっきの糸ですけど巻いていってみます。でねきつめに、はい、巻くのがコツです。あの指はねゆっくりあのゆったり巻くんですけどこういう芯がある場合はしっかりね巻いていきます。最初はあの横向きでいいんですね。最初は横向き、はい、でだいぶ巻けてきたなと思ったら斜めにね始めます。で今度はねこの棒の方をゆっくり回していくといいのでちょっとずつじわじわね巻いていったらいいですね。はい、あの指の時と違ってちょっとずつちょっとずつ糸隣隣隣っていう感じでこう引っ掛けながらこうね前の糸に引っ掛けるような感じで隣隣またちょっと回して隣隣っていう感じで、はい、巻きにくくなったらロールの方回していってよいしょ、はい、ここね、はい、でまた巻いていきますよね。はい、はい、そしてまたこっちの棒の方を回していきますね。はい、糸を巻いている方向はねいつも同じところに行ったり来たり行ったり来たりしています。はい、もうね、あの別にこういう決まりがあるわけじゃなくてあの私があの考えて勝手にねやっていることなんですけどまあね使いやすさもあるんですけどこれね糸玉にした方がね可愛いんですよね。はい、可愛いっていうのも大事なので、はい、こんな感じでこう順番に棒の方を回しながらねもう適当でも全然大丈夫です。最後はね、ゲートの中にね、ちゃんと埋めておきます。外れないようにね。はい。そして、抜いていきますね。はい。あ、いい感じにできましたね。あの、しっかりね、固くできました。はい。さっきのね、あの、トイレットペーパーの感じとは全然違って固くできてますね。シューって出ますからね、はい、ストレスなく使えますし見た目もね可愛いですから、はい、あのインテリアになりますよね。はい、こうやってこう巻き方もねこんな風になっています。はい、あまり上手じゃないですが、で、まあ、触らないところだったらこのまま保管してももちろんいいですし、なんかねあのこうやってリンゴみたいですね。はい、で、まあ、私の場合はこれがいっぱい出ちゃうと嫌なのでこうやって輪ゴムをしています。で最初ねあのマスキングテープで貼ってたんですけどマスキングテープですぐ取れちゃうんですね。なので今のところ私は輪ゴムで快適に、はい、できています。
これはね、輪ゴムは固く巻いた時にしかねできないやり方ですけれども、はい、こういうのねおすすめです。という感じで、こちらね指で巻いた方とこれだとね硬さが全然違うんですよね。柔らかいですね。じゃこれもちょっとねこれで巻いてみようと思います。もっと可愛くなるかもしれないので、はい、これねちょっと長すぎて使いにくいんですけど、ちょっとね巻いてみますね。こっちね硬く巻きますね。硬く、うん、社長さんねいびきかいて寝てるんですよね。本当にクッキーもらったら現金ですよね。こういう感じでこう斜め斜めに巻いていくとね、可愛い糸玉になっていきます。ね、押さえるといいですね。でちょっとずつこの棒の方を回していますね。本当にこの巻き方だとこの玉巻き機と同じようなあの巻かれ方をしているかなと思いますね、はい、で今日はねあの玉巻き機の実演もねやろうと思います。以前の時にね皆さんがね巻いてるところが見たかったってたくさんそういうコメントいただいたので、あそうだったんだと思ってねなので今日はねあのこの後ねこれが終わりましたらあのやろうと思ってますね、はい。これから買う方のね参考になればいいなと思うし、今持ってる方でね動画をまだねご覧になってない方にも、はい、またね改めて、はい、お伝えしたいですし、ちょっとね楽しいのを作っていこうと思ってますの で、ね、これかなり可愛い糸玉になってきましたね、はい、かなり可愛いのができたかなと思います。適当にやってるだけなんですけど、まあ、可愛いに越したことはないかなと思いますのでね、はい、で最後は外れないように必ずね埋めておきます。今ねちょっと指で辛いなと思ったので、指がダメな場合はかぎ針を使って、はい、埋めちゃいますね、はい、はい、そして抜きます。よいしょ、はい、あ、固くできましたね。やっぱりね芯が固ければ固いほど可愛い糸玉になるということがね分かりましたね、はい、指でも十分要は足しているんですけれども、糸玉とした時にねこっちの方が可愛いですね。すごいね固くできましたね。しかもね輪ゴム OK じゃないかなと思いますね、はい、このまま置いててすごい可愛いですよね、はい、で輪ゴムしてもね型崩れしないですね。やっぱり芯が硬い方がしっかり巻けるということがね今日分かりました。それではね今ちょっとねカメラを傾けてここにね玉巻き機があります。もうちょいあれかな、動かすといいかな。今ねちょっと社長さんが膝にいらっしゃいまして、こっちに動かすといいのかな、はい、ね、ネジなんですよね。私力がなくてねなかなかこれをこう外すっていうのが結構大変で、よいしょ、はい、で私の場合この棒が見えると思うんですけど、この棒ねここにはめるとこう固定されたんですけど、一回ね動画にしたんですけどこれが固定できなくてね困っていた時期がありましたね。ちょっともうちょっとこうかな、はい、はい、こんな感じですね、はい。でこれからね何を作るかと言いますと、ケークの分量
みたいな小さいのね、こういう感じのを作ろうと思うんですけれども、これはね、湯沢屋さんの新商品で、次の購入品紹介で紹介しようと思っている毛糸なんですが、湯沢屋さんの新商品です。で、前にね、よく使っていた、私、キャンディー、なんだっけ、名前忘れちゃった。はい、よく使っている毛糸なんです。ごめんなさい、名前が出てこなくて。はい、で、それが新しく新シリーズになって、同じ色のもと色同じ色の毛糸もあるんですが、今回ね、抗菌防臭という風に新しくねなったんですね。はい、で、こちらはね、アクリル 130g 60m ですね。はい、並太サイズで、こういうものを作ろうと思います。で、ケークもね、30g ですね。ちょっとメーター数今見本がないのでわからないんですけれども、まあだいたい 60g 前後、あ、30g で 60m 前後だと思うんですが、今日はね、これぐらいのサイズのもので、1色を 12m ぐらいでね、やっていこうと思うんですね。 12m で、私こここのアトリエのテーブルはね、2台足す1で3台ねあるんですけども、横幅がね120なんですね。この横幅が、はい、左の方はちょっとね切れてますが、で、これをね、10回こう1234って感じで、はい、およそ100、12m ね、120cm を10回こうやってテーブルの幅に合わせて取りましたので、およそ、12m になっています。で、これをね巻いていきます。で、ここの棒にね、くるくるっと回してこんな風にね、つけます。はい、そしてこれが糸巻きの芯ですけれども、ここにね、ただ挟むだけだと、巻いてるうちにこの、なんていうの、回す勢いで外れちゃうことがあるんですね。なので輪ゴムで必ず留めています。はい、こんな感じですね。そしてここに回すところがあるので、こちら手に持って、私の場合は結構引っ張って巻いていきます。で、これをね回していきます。こんな感じですね。はい、 12m ってね、すぐだと思うんですよ。いつももっとね、ガーッと回します。こんな感じです。こんな感じですね。はい、で、これ緩めるとね、またねすごいね緩んじゃうんですよね。はい、それでちょっと重し代わりに測りを、じゃあね、測り重しになってないですね。はい、テープをね置いておきます。はい、これね、テンションかけてないとこの糸玉が緩んじゃうんですよね。はい、で、次の糸、じゃあどれにしようかなって感じで、じゃあね、これを、はい、またね、12m ぐらいね、テーブルでこうやって測ろうと思いますね。ちょっと待ってね、テーブルの端がよく見えなくて。はい、こういう感じで、皆さんもご自宅のテーブルのサイズ測って、それで何回分みたいな感じで、私こういう感じでこう渡して、これをね10回やるんですね。1、2、3、まあ適当です。3、4、5、6、7、8、9、10、はい、だいたいおよそ、はい、っていう感じです。そして結びます。で、こういう並太毛糸の場合は普通の肩結びでね十分いいですね。はい、こうやります。私のやり方です。左上にしてこうやって重ねますね。うん、そして白を下を通って上に戻ってきます。で、働くのは白だけです。2本を近づけて、今度も白を上にして、白の方にね返ってきてますね。そして白をまた回して上に上がってきて、この形、よいしょ、この見た目、この見た目通りになっていることが重要です。はい、
したら均等に引っ張りますね。均等に。そしてこうやっても抜けないですね。はい、波太とかの場合はこれで、はい、全然抜けません。大丈夫ですね。どんなに引っ張っても、はい。そうしましたらこれでもうね、本当に際で切っちゃうんですね。はい、もみもみして、はい、切れません、はい、という感じですね。では回していきますね。引っ張り直してね、ちょっと緩んでると嫌なので、ちょっと引っ張って、はい、巻いていきます。社長さん起きていきましたね、はい、今こんな感じになっていますね、はい。ではあとね、私今2色でしたよね。これとこれとどれにしようかな、これかな。じゃああとね、この3色ちょっとね、まず糸の準備をして巻くところはね、お見せしようと思います。はい、結ぶところをねやります。もう一回やってみますね。はい、私の場合はいつも左が上です。はい、左上に置いて紫を上に置いて、紫をこのようにくるりっと回して上に戻ってきますね。はい、この状態です。で、次がポイントですね。紫だけ働く、紫を上に重ねる、紫をくるりと回す、上に上がってくる、この見た目です。はい、この見た目になっていることがとても大事ですね。はい、そしたらね、結構際で切っちゃうので、私糸はね、大事に大事に使ってるので、なるべくね、なるべく際で結びたいんですよね。はい、もうね、ちりつもですから、はい、はい、そして本当にね、こんな感じです。いつもケチケチ、はい、そしてこの状態ですね。はい、引っ張って均等に引っ張ります。おやつはもうありません。終わりです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 って言ってもね、食い下がらないんですよね。はい、そしてうーんと引っ張りますね。うーんと引っ張って、本当に私のここを見ていただくと分かるんですけど、本気で引っ張ってますね。はい、指の色が変わるぐらい、はい、でもね、取れないので、はい、本当に際でね、切っています。全然大丈夫です。では巻いていきます。では次の糸を用意します。はい、ではね、結んでいきますね。はい、さらっといきます。はい、こういった、もう私ケチケチですね。はい、糸もったいないからこんな感じです。いつもギリギリで、はい、なんか指が切れそうと思うぐらい引っ張って、はい、はい、本当に際で切って、はい、もみもみして、で実際これ編むときはね、上手に足の中に隠しています。はい、10メーターなんてね、数秒で巻けるんですよね。だから玉巻き機はね、とってもね、楽しいですね。ではね、また次やります。はい、ではね、巻いていきます。はい、ちょっと引っ張って、はい、もうね、ここ結んだところですね。はい、ちょっとこれが邪魔でしたね。結んだところここですね。はい、巻いていきます。ちょっと待って、こっちが大変なこと、ちょっと待ってくださいね。こっちの出した方の糸が、はい、
でね、最後の糸もね、さっき切っちゃったので結びますね。はい、これでね、最後の糸になります。とこうなるとね、緩んじゃうのでちょっとほぐしてしっかり巻き直しますね。はい、ここで緩まないように持って、ここからね、抜きます。シュポンと。はい、そして、この糸をね、しっかり、はい、埋めておきます。はい、この中の方にね、埋めちゃいますね、外れないように。はい、はい、できましたこんな感じですね。はい、でこのね、輪ゴムは最初の輪ゴムでしたね。はい、これをそっと外すと、はい、試作計画の出来上がりです。まあ、12メーターですけど、正確じゃないので10メーターぐらいだったかもしれないですけれども、はい、こんな感じで水色、アイボリー、薄紫、水色、茶色、青という感じでね、作ってみました。ちょっとね、何グラムになってるか測ってみます。はい、これね、楽しくてね、やめられないんですよ楽しくてね、はい、はい、測ってみます。43g ですね。だいぶね、大きくなりましたね。はい、はい、1,2,3,4,5,6 種類入れたからかな。はい、ちょっとね、6種類、同じ色が入ってますけど6種類ということになりますので、色的には5種類ですけれども、はい、こんな風にね、簡単に自分でケークが作れる感じですね。これは大きい一玉ずつ巻いたものですね。今回はおよそ12メーターぐらいのものをこうやって重ねて作ってみました。で、残り糸でね、適当にやっただけでもね、すごく可愛いんですよね。で、今日はこれね、新しい系統とか残り系統から作ったんですけど、こういうのは本当に作品作った後の、本当にこういう残りを貯めていって、それを結んでつないで巻いて、試し編み用とかね、はい、そういうのに使えるので、こうやって大事に使っています。はい、で、今日のね、最後なんですけど、ちょっと一旦カメラね、はい、今日の最後なんですけど、これ以前ね、購入品紹介でご紹介しているケイト雑貨ストアーズさんで買ったものです。ニューパレッタ、とっても柔らかい糸で、極太で、終わりだよ、はい、アクリル 100%、 30g で 34m、 極太なんですね。これたくさん買ってて、私カーディガンかジャケットを編みたいなと思ってるんですね。で、たった34メーターなので、あらかじめ大きな玉にしておきたいなと思うんですね。で、今日はね、そこの結ぶところと、まあ、2個巻いた感じっていうのをお見せして今日の動画をね、終わろうと思うんですが、結び方、もう一つの結び方をね、ぜひご紹介したいと思うんですね。で、これからやる方は、こういう波太や極太ももちろんいいんですけど、こういうね、ポリエステル系の滑りがいい糸、スベスベの糸って、さっきやった方法で抜けてしまうことがあるんですよね。で、パフェとか、あとダイソーさんのパティシエラメとかは、滑りが良すぎて抜けてしまう場合があったんですね。で、そういった時、じゃあどうするかっていう結び方をまずね、やってから、それから玉巻きで2個分ね、巻いてみようと思います。このね、結び方もとても簡単なので、覚えていただいたらいいかなと思います。まずね、こんな風に向かい合わせにね、お静かにね、お仕事中だから終わり
おやつは終わり、終わり、終わりです、終わりです。もうね、ずっとおやつちょうだいって、さっきもね、大きなクッキー食べたんですよね。はい。でね、はい、こういう風に向かい合わせにおいて、こっちとこっちを結ぶっていうのをやりますね。はい、結び方をね、やっていきましょう。まあ、ここ、そうですね、じゃあ皆さんが迷わずできるように、目安になりますようにちょっと上下をね、置いておこうと思います。まあ、ここはね、たっぷり余裕があった方が結びやすいので、慣れるまではね、割と長めにこうまずね、用意した方がいいですね。はい、ギリギリだと結べないので、30センチぐらいではこんな感じで、残り糸などで練習してみてください。で、まずこちら側をやっていきますね。2本持って左手の指2本に回すんですが、こんな風に持って2本を、これ5センチぐらいですね、はい、2本をくるっと指の周りを回してきます。はい、一周しただけですね。はい、そしてこの状態でこの糸をこの指の間から下に潜ってこちら側に出してきます。こういう感じで、指でやりにくかったらかぎ針を使ったらいいですね。指でやってももちろんいいです。こちら側に連れてくるんですね。ちょっと待ってね。はい、こうですね。これをこうやって一周した状態になっていて、はい、これを連れてきます。はい、そしてこの長い方の糸を持って、こういう風に2本2本になって引っ張って結びます。ここね、短くしたいんですよね、私ね慣れてくるとね、もっと短くできます。で、これで1回ね、引っ張っておきます。反対側をやります。反対側は手を逆にしますね。右手の2本指に巻いていきます。糸を掴んで2本出してくるりと巻いて、この状態ですね。こう持っただけですね。はい、そしてこの糸をこの人差し指と中指の間から持ってきてくぐらせただけなんですが、はい、そして2本揃えて持って、こっちも2本揃えて持って引っ張ります。はい、そしてしっかりね、引っ張ります。はい、そしてこんな状態になりますね。はい、こういう状態 でこれを両方引っ張ってくっつけますね。くっつけます。で、くっついたらさらにね、うーんと引っ張りますね。ここでもね、引っ張る力は必要です。長い方、うーんと引っ張ります。はいはい、そうするともうね、絶対外れないですね。はい、で、これでもうね、短い方は切っちゃいますね。で、コブはもうね、編み地の中に上手に自分で加減をして隠します。はい、このようになりました。もみもみして、はい、ではつながりましたので、これ2個ね、 30g 34m 2個ね、巻いてみます。はい、これぐらいの大きさになるか。で、私これね、できるだけ巨大な糸玉にして、それからね、編みたいと思ってるんですね。はい、あらかじめこれをもうやっておこうと思うんですね。はい、今ね、輪ゴムでセットしましたので、やっていきます。あっという間です。
でる時にこういうのになるとすごく辛いですよね。だから私はね、割とあらかじめ実はね巻いておく派なんですね。はい、こういったハプニング編んでる時にねあるとちょっとねリズムが狂っちゃうので、こう巻いてる間だったらね、はい、まだね気持ち的にも、はい、そんなによいしょ、はい、ではねやっていきますね。一旦止めた時はね緩んでますから、少しね私ほどいてから巻き直しますね。はい、毛糸って最後の方にあると必ず絡まりますよね。私だけかな。いつもねそこがちょっと辛いので、こうやってね巻くようにしています。あ、2個だとそんなに大きくなりませんでしたね。はい、ね、もうちょっとね大きくしたいんですよね。はい、ではねもう一回結ぶところをね、せっかくなのでおさらいしましょう。こうですね、向かわせに置いて、ちょっとね、はい、大丈夫かな、はい、向かわせに置いて、はい、左指の2本にこうやって一周するだけですね。一周するだけ、はい、そしてこの糸をこの2本指の隙間から落としてこっちに出てくるだけ、はい、そしてこの2本を持ってこんな感じで、はい、2本2本になって引っ張る、コブを締めます。はい、締まる方を引っ張ってね、締めます。反対です。反対は手を変えて右手です。はい、向こうから回して手前に戻ってくる感じ。はい、そしてこうですね。はい、そしてこの尻尾さんをこっちから入れてこっちに出す、こちらから入れて向こうに出す、ここから入れて出しました。でこっち合わせて持って引っ張ってこぶ、はい、で締まる方がね分かりますので締めますね。はい、はい、そしたらこのような形になるから、これを両方から引っ張ってコブがね、2つのコブが1個になりました。うーんってやりますね。でこのやり方だとね、そうさっき申しました、する滑りの良い糸もしっかりねつけることができますので、これも覚えておくととてもいいかなと思います、ね、失敗がないですね。はい、今日ご紹介した2つは失敗がないですので、ぜひね残り糸でね練習していただくといいかなと思います。ではね、これ3個目、最後ちょっとね巻いて終わりにしようと思います。はい、結構いい大きさに、ね、なりましたね。よいしょ、はい、じゃあカメラ戻しますね。はい、はい、なかなかいい大きさに、ね、なったかなと思います。輪ゴムちゃんがね埋もれましたね。はい、埋もれた時はまあ使う時までこのままでもいいですね。はい、せっかくなんで、はい、でここはねいつものようにしっかり巻いて、はい、埋めます。で指でよく埋めるのがちょっと大変な方はかぎ針でこうやってやって埋めておくといいですね。はい、そうテープとかよりねこうやった方が完璧です。はい、でこの辺でこう使う時にね輪ゴム、あ、いましたね輪ゴムさんが。はい、これ輪ゴムさん出すと、
はい、出てきましたね。はい、無事に出てきました。スーッと出てきますからね。はい、でこうやって私はね、あらかじめ例えばメランジとか後半になるともじゃもじゃになって絡まることがよくあるので、私は会ってた時にそれが起こるのがとてもね嫌なんですね。なのでメランジとかは特にね、あらかじめもう巻いてからね、こういうたまにしてから使うようにねしています。まあ、編む時の作業効率のためが一番の理由ですが、こうやってね糸巻くこと自体も楽しいのでね、こんな風にやっています。でね、皆さんに最後にお見せしたいものがあって笑っちゃうんですけど、こうやってね残った毛糸を私は去年のハロウィンのかぼちゃにね詰めたんですけど、そのハロウィンのかぼちゃ多分ね9月か10月だったと思うんですよね、あの動画で。あの時に全部ね4月から9月までの分を使ってしまったんですね、これを詰め物に使って。でその後から貯めた毛糸がこんなにありますこれをねもうテーブルの横に置いてポイっていつも入れてます。はい、これをまた次何かああいう詰め物的なものオブジェを作った時にあちらを使いますので、1センチも無駄にしないで使っています。はい、ではねこれもまだね使う時まで埋めて、ここは出しておいて、そしてこれが外れないように輪ゴムで留めておこうと思います。輪ゴムで留めておくと、こういうものだけを全部こうビニール袋にパンと入れてもねほどけないので、それもね利点かなと思います。今日はね、様々な、はい、糸玉の作り方をご紹介してみました。普段ね、私がやっていることですが、何かね、ちょっとでもご参考になったら嬉しいです。それでは今日はこれで終わりにいたします。最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。リカちゃんねる編み物部では部員さんを大募集しています。登録してぜひ部員さんになってください。心からお待ちしています。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。